Okay, I am back. Well, before I start playing the game again, I want you to hit that like button, and if you're not subscribed yet, then subscribe right now. It will mean very much to me. It will mean very much if you could do that. It could really help my channel get off its feet. Right now, I'm starting to get off the feet. I'm starting to get off from the ground. I'm getting off the ground. Now I need to get on the feet, on my feet. And once I stand on my own two legs, then I have to power forward. And I can't do that without your support. And support my new let's play called Yesan no Mao. If you can't find it, then just go to my uploads and you find it. I'm gonna try to upload more videos after the Mayuchi upload. ゆきえにも仲間ができました。今日はその頼もしい仲間を紹介しますね。おはようございます。モーニング。さあ、朝飯だ。馬肉とかはやめてね。直江大和さん、私と違って友達がたくさんいます。 穏やかに接するので、皆からも好印象です。私ももちろん好印象です。今も私にすごく爽やかに挨拶してくれました。人付き合いにおいてはお手本ですね。大和、駆け寄せようぜ。源さんがもうすぐ来ると思うけど、まず何を食うか。 腹減ってそうだから、俺は肉から行くと思うな。よし、じゃあ朝飯のこのハム3枚でかけようぜ。この風向きな人は風間翔一さん。私たちのリーダーでキャップと呼ばれてます。なんというか、この人だったらどんなことでもやってのけそうな、 不思議な魅力を持った人です。明るくて人を引きつける力を持って憧れます。よし、腹減った。いただきます。よし、肉からいったか。俺の勝ち。てい。君は何しやがる。 良いお味だったのでおすすめを。普通に言葉で進めやがれ。確かにうまいな。第三者の介入を禁止にすべきだったぜ。生涯安全保険。 ひどい。よよよ。椎名都さん、弓の名手です。仲間とのつながりを誰よりも大事にしてて、大和さんが大好きな人です。ふう、朝からムラムラする。あ、ムシムシだった。おい、なんとかしろ。 One thing. There's one thing to do about her. Just get her in bed. 全部処理したいけど量多すぎ。マユチおはよう。気持ちいい朝だな。はい、おはようございます。クリスさん。現在、私が一番仲良くしていただいている人です。気が強くて、自分をしっかり持った素敵な方です。
こんなにはいらん。なめるな。食べる。You just got tricked. ちゃんと食べられてさぞ納豆も。まっすぐすぎて、時々からかわれてますけど。Yeah, she's just so easy to trick. ヤマト、多摩川でエロ本拾ったら、中間ものだったぞ。Oh my god.私も中間物はいらないな。あーやりきれねえ。つかこのバイク違法駐車。うぜえ。やった。片手で中型のバイクを持ち上げるこの人は島津学徒さん。父上に少し似ています。握力計を破壊できるほどの力持ちです。なんかパワー系ばかり例に挙げましたけど。その他にも良いところはたくさんあって、私に友とはどういうものか教えてくれました。地デジの新しいマスコット面白いな。どれどれ。なんじゃこりゃ。諸岡拓也さんです。ネットとか雑誌とかに詳しい人で、いつも面白いものを教えてくれます。優しく穏やかです。一瞬怖い時もありましたが。おはよう。後ろ向きに走ってきたこの人は川上和子さんです。なんで後ろ向きに。ダメだよ、前向きにならないと。いやー、なんか修行になると思ってさ。努力の天才だと思います。いつも頑張っています。まゆっち、好きあり。ぬぬ、やっぱりやるわね。クリなら直撃だったわ。ふざけたことを試してみるか。実践的で時々腕試しをします。面白いですけど。Interesting. よう、待ってたぞお前たち。ボコボコにされた不良たちの上に立っているのは、最強と言われている川上桃代さんです。いい加減不良レベルは噂を恐れてると思ったけど。北海道のデスヒグマ団とかいう悪者たちらしいぞ。ついに不良たちも海を越えて挑戦か。さんはあまりにも強すぎて誰も叶いません。普通の人の戦闘力を5としたら、少なく見積もって1000万不可思議ぐらい。いえ、無量大数の領域でしょうか。あそこまで強い人が見る景色とはどんなものなんでしょう。おお、まゆっち、今日もいいお尻だな。うまいもん食べてもっと育てよ。こんな風に、とても豪気な人です。こんな愉快な人たちに囲まれて、ゆきえはより充実した学校生活を送れるようになりました。あとはできるなら同学年の同級生のお友達を作れるよう頑張っていきます。悪質ですのでご判読ください。あらかしこ。さあ、今日も勝負ですよ、松風。頭使いすぎんな、やけどすっぞ。8割で行こう。はい、それではクラスへゴー。おはようございます。距離を置かれがちだぜ。
残念だな。何がいけないんでしょうかね。やっぱり刀とか持ってるから、それとも表情が変だからでしょうか。ストラップと会話してるからでしょうか。Yes. Oh man, she's crazy. Audrey, you need to work on it. I will teach you a lot. Genki, dash it out. No. What if I always skips to the 7? Why couldn't she just, you know, meet with our people today then? She's a really kind person. Tomodachi 100人が目標です。 That's a big goal. Yes, it is a long path.Couldn't you cook yourself? God damn, look at her.Look at her bust on her ass, man. That's big. Yeah, it's always the chance. That's always the possibility when you try to build a relationship with a childhood friend. Or someone's...Somehow I get depressed every time I look at this. そういえばクリス、ニエスにあの丸切手が転入してきてるよね。私もびっくり。来るの早いよね。あ、自分の目付け役として派遣されたらしい。You're such a princess. 早くも馴染んでるみたいだぞ。さすがマルさんだな。確かにニエスも先民的な連中となら馬合いそう。今度勝負ふっかけよっと。楽しみだわ。いや、はいはい。誰かの忘れ物かな。よし、今から俺はこのサッカーボールの友達だ。Oh my god. 自分のものにしちゃったよ。友達ならしょうがない。 Spiders keepers, losers, weepers. これ落としたやつ、ジュースおごりでいかね。僕リフティングうまくないし、ハンデつけてよ。じゃあ、モロはワンバウンドありで。ふり。うわ、はい、ガクト。俺様はこういうの楽勝だな。あれ、ワンコ。まあ、どこ蹴ってるの。
分だけポムポム遊んでないで回してくれ。一人ワントラップで返す決まりにしようか。ガッテンクリッケイ。わざとだろ。まったく。She's honest.ほら、ヤマト。マユッチにパス。カーブをかけて。うわっと、拾いました。はい、マツカさんパス。イエーイ、オラヘディング得意なんだぜ。ハンド&ツートラップ、マヨッチ負け。バレーじゃないんだから、ボール手で拾ってどうする。今のは私じゃなくて松風の分です。ヘディングしたんですよ。じゃあ次からは松風飛ばしな。はい、モモ先輩から。はい、ちょっと休んでてください。これはこれで加減が難しいところだな。キャップ、この順番で回していくか。負けるなよモロ。もうすぐ玉大橋だから、みんな車には気をつけてね。モモ先輩パス、ボール思いっきり蹴り上げてくれ。いつまで経っても落ちてこないぞ。モモ先輩パス。いいから頼む。な、まあわかった。よっ。いや、これ上がりすぎじゃねえ。弓使いの目を持ってしてももう見えない。キャップさんが飛び込んだ。あ、川で溺れている猫がいる。ためらいなく飛び込みましたね。すごい。大丈夫だぜ。ほらほら、あたしが援護に行く必要もないみたい。うん、もう川岸だな。まっけろ、見てたぞ。やるな。おい店長、この猫一応病院へ。ああ任せとけ。お前は服乾かして学校行け。無事でよかったな、お前。じゃあ、あとは頼んだぜ。おい、もし新聞に載ったら俺の店名もあげとけ。間に合った、ボール落ちてきた。まだそれ続けようと思ってたのかい。ツッコミ聞い取られてボール処理できなかったモロの負けだ。はいはい、負けでいいから濡れてる服どうにかして。任せとけよ。今日ちょうど運動服洗濯してきたところだ。ああ、道端で脱ぎ始めちゃった。人目を考えろ。まったく。 Oh my godOh my god. Oh my god. まるで俺を守るように。周囲の人の目の毒だからガードしてるに過ぎない。そうそうって。うわー、どうでもいいけど早く。Did you see something? ここがますます変態の橋になるな。で、ヤマトはここでお姉さんのキャップの体をジロジロ見たら、
ジェラシーが焼くのかな。 No. 私はノーマルだ。ある程度鍛えてる体は興味ある。だったら俺様でしょう、モモ先輩。ガクトは普段から十分自己アピールしてるだろう。はあ。I really don't care. じゃあ見よう。 You weirdo. やはりキャップは蹴り技主体の方が強くなりそうな筋肉をしている。おニューのバンダナ装備完了。おお、いくつも持ち歩いているのかな。猫の救出、お疲れ様でした。私たちより先に気づくなんてやるじゃない。ふと気づいたというか、そう感じたというか。あの猫がどっかの金持ちの猫だといいな。それなら謝礼がたんまりでバラ色生活だぜ。それが目的なのか。そうであってもすぐ飛び込んで助けた。変わらない事実ですよ、クリスさん。まったく、そういうことを言わればいいのにな。つまり、お礼をもらっても受け取らないと。いや、それは金持ち相手なら容赦なく受け取るよ。そうか。おお、新入り女性陣の心を掴んでるな、キャップは。まあいいんだがよ、なんだか畜生だぜ。うん、それでいいじゃない。私の方が泳ぎ得意なんだからさ。どうせ誰もいなかったら自分で行くでしょ、ヤマト。はあ、女子の夏服はいいですね、ジュン。癒される。まあ、ウサギは嬉しいけどな。そこまで反射のことは。あっ！ニエフ委員長、おはようございます！おはようございます！おはようございます！夏服とても似合ってますね、一輪の花。オッケー。Lolicon, you need to go to a hospital. Lolicon, 僕だって夏服だ。ほん、ユキがやきもちですよ。珍しいにも程がある。マジか、そいつは悪かったな、ユキ。トアマは僕を一度褒めたのに、お前は社交辞令もできないのか。ハゲはハゲでも悪いハゲだ。Wow, that's why she's joking. Oh my god. かわいかったですよ、ユキ。燃えました。本当はどうだしよ。You're weird. 何か寂しい親心とか。ひとときの夏服を楽しみましょう。Is there? Who's her parents?I want to know that. うちのクラス、季節感ねえもんな。 Yes, it does. なんじゃ、何か文句でもあるのかよ。お嬢さんたち、もう少し夏らしい格好をしなさいよ。常に戦闘態勢でいるのは軍人として当然だ。そしてこれが戦いやすい。私はメイドという職業ですから。いや、この学校の一員であることも自覚しなさいよ。はっはっは、一本取られたな、アズミオ。キャノーン、
言われちゃった。てめえハゲゴラ覚えとるよ。Oh my god。見ろ、メイド見ろ、睨んでるから。She's weird。何を言うか、まあ見てやろうか。どれ。ヒデオ様。いつもの定食な遊びだな。何チクってんだハゲン、あ？てめえケツをシャベルで文字通り掘ってやろうか。Oh my god。書を出してるのにもどかしい。Oh my god。Wait, a show up the butt? Oh my god。衣替えにはなったが、昨日のように冷える日もあれば暖かい日もある。その時の気候に合わせて冬服でも構わないからな。言われなくてもみんなそうしているようだが。さて、今日6月11日は何の日か知っているかな、直江。Yes, yes, I. Look at these shirts. Jen, I know his birthday. News day, the day after Stop Pussy. Oh, I wonder what happened when you chewed that. Oh man. いかにも直江らしい答えだな。そういうの詳しいんだな。いなり寿司は至高。異論は認めない。実は昨日初めていなり寿司を作ってみたんだ。Oh my god. No. クリスが？あ、いなりにこだわる自分が作れば。さぞ美味しいだろうと思ってな。着眼点はいいだろう。さあ、お前たちに食べさせようじゃないか。I'm gonna say it right now. You would... ま、くれるならもらうぜ。Thank you!自分が作ったんだぞ。いや、これうまいぜ。That's a little weird. へえ、じゃあ食べてみようかな。Don't do it. Okay. This is what I say.I'm gonna eat it, and then I'm gonna show you what happens when you do not eat it. Oh, now this is funny. 調味料をいろいろとナスキノコを入れてみた。Oh my god! Oh man. どうだ？あの、ごめん、これ出していい？苦しみは私の。Oh my god. It truly is horrible. Dude.Too late! Thank god! Chanters always die! Oh. じゃあ、ヤマト、私のお弁当はどう？辛くないよ？そんな刺激物ばかり食べてお腹痛くならないの？全然平気。
そういう生き物だから。Alright. Now I'm gonna load. Now I'm gonna load. And I'm gonna show you what happens when you do that. When you do not. When you do not eat. あれ、ヤマト食べないの？苦しみを分かち合おうとしたのに。ヤマト気づいているなら言ってよ。僕実験体。いや。リアクションだなお前。yes, you should not drink, you should not cook it off. でもガクトは完食してくれてるぞ。じゃあヤマト、私のお弁当はどう？辛くないの？こんな刺激物ばかり食べてお腹痛くならないかな？全然平気。そういう生き物だから。そもそもなぜそんなに辛いものが好きなの？辛党に理由はない。生まれついての大好き。厄介なサガだな。ふう、やっぱりここは落ち着くぜ。門下生だった頃を思い出してもんだ。で、今日はどうした？プーチンが来日してきた時に、じいさんの演舞を見せてやっちゃくれねえか。まあいいかな。そりゃそうとあれじゃな。お前ずいぶんマスコミに叩かれとるな。漢字読み間違え一つで大騒動。平和な証拠さ。どうじゃ、実際国を動かしてみて。いろいろと難しいわな。あちらを立てればこちらが立たず、やれやれだ。なおも頑張れや。辛くとも国を背負う立場じゃ。頑張るぜ。人生常に戦いだ。その通り。戦いを止めると進化も止まるぞ。分かったら、やるしかねえわな。でもまあ、ほんと時々は玉川眺めたり、じいさんの顔を見に来たりするぜ。俺なりのリフレッシュなんだよ。いつでも来い。聞くぐらいはしてやる。ありがてえこった。長生きしてくれよ。意外によって大チャンスが来ましたよ。おう、よく確変入ってるぜ、マユッチ。標的の名前は大和田伊予。ほら、さん付けですよ。えへへ。またマユズミさんがストラップと話してる。怖いよ。関が隣になった大和田さんなら友達になれる可能性がある。しかも違う町から来た戸様組。友達が少ないから狙いやすいしな。会えたそうで、話も合いそうですし。じゃあ今日は
一緒に帰ろうと誘うぜ。はい、カズマファミリーに入れた時のように勇気を出して。爽やかにだぜ、夏風のように。あ、本当だ、携帯ストラップ会話してる。ん？ウンデーミアムな私は1年 S 組武蔵小杉。あなたが剣聖眉住11段の娘ね。あ、そうですけど。うん、なるほど。まさか眉っちと友達になりたいんじゃ。なんと向こうからカムヒアですか。秋を感じないわね。プレミアムの残念だわ。ま、最初から期待してなかったけどさ。あの、何のご用で。そのお腹でも痛いの。私はね、今1年生を制圧中。まずは1年生で一番強い存在になってから2年生、3年生と来て、最終的に川上桃代先輩に挑もうと思うの。武道やってる者の目標よね。つまり私と手合わせをしようと。川上学園には決闘があるからね。でも見た感じ眉住さんそんな強そうじゃないし。どうする、無理やり戦おうってわけじゃないし。それでしたら今日はちょっと。あ、いいよいいよ、誰でも負けるのは嫌だもんね。私が1年最強を名乗っても文句言わないでね。はあ、やっと言った。さあ、イオちゃんに話しかけようぜ。はい、言い聞かせ。あれ、いなくね、前向きに考えてもいなくね。ている隙に帰ってしまいました。気配探知して追いかけましょう。やめとけよ、ストーカーみてえだ。ソシッチも引き際が肝心だって言ってたぜ。ですね、大和田さん自転車通学ですし。いよいよ毛量の宴だぜ。彼はために貯めた、常に火を灯してな。まだ教室にいたのか。宴に遅れたらまずいだろう。おう、さあ出陣だぜ、モロ。グズグズすんな。やれやれ、やっぱり僕もか。先帰っててよ、ヤマト。いくらヤマトでも無理だな。地べたを這いずり回ったやつでしか行けない場所もあるんだよ。その時が来たら地獄から迎えが来るぜ。私はどれだけ不先輩を重ねれば。あ、ヤマトさん。というわけです。なんか大変そうな話だね。はい、お茶。ありがとうございます。まゆっち、あと一歩のところで孫ついて、今日みたいにタイミングを逸しているんだぜ。
マトさん、よろしいんですか？なるほど、ありがとうございます。ヤマトさんに感謝です。私が会話相手でもいいが、上級者向けだぞ。はあ、疲れた。たく何なの、あの集いは。くんくん、いい人スメル出してやりやすそう。ね、何が？うんうん。そっか。僕も女の子の目を見るの苦手だから、お互い練習でいいかもしれないね。思えば、マユッチといっぱい喋ったことってあんまりないよね。はい、よろしくお願いします。まあ、僕の話題といったら漫画とかになるんだけど、マユッチはここに並んでる漫画とか、最近読んだ本で面白いのあった？そこにある村で噂の天狗の娘は面白かったです。これいいよね。男も読める少女漫画ってあるけど、その典型だよ。本当、動物たちが可愛いですよね。何かおすすめの漫画などありますでしょうか？そうだね、ここに置いてあっておすすめは4月のライオンと少女ファイツとか。うんうん。ヤマトはマユッチにおすすめの漫画ある？Go with my previous choice, because that's the choice I ナイスだね。王道だけどいい感じ。意見も一致ですね。ワクワクします。ここらは本に治安が悪いの。そのボケがさ、もう泣くのわめくのって。まだまだぬるいね。拷問はまだ進めないからだよ。歩く人間の民度も低そうじゃ。この通りに我が校の学生が来ると聞いたが、今いないの。うん、どうやら杞憂に終わったか。そこの気持ち悪いやつ。誰？お前だよ、お前。シカトしてんじゃねえぞ。マロのことが気持ち悪いじゃと。金を貸せよ。気が向いたら返す。黙りゃ。なんじゃその司法制度は。うるせんだれ、死ねっとれ。いやな、お、金あるじゃん。あーだよー。
ぬ。絶対にいい。うるさぬ。マロの綾小路家の力を見せてやるのじゃ。Oh, I do not like that look. He may be idiotic at times, but he'll be a... 退屈だ。どこかにすくみず来た極上の美女いないか。いないね。もしくはすくみずを脱いだ極上の美女でもいい。もっといないね。というか先輩変だよ。大丈夫？うん。早く戦わないとぼーっとしてな。あ、お姉様、橋に新しい挑戦者がいるわ。よしよしよし、この時を待っていたぞ。俺は神に選ばれたキルギスの闘士、川上桃よ。お前を倒し、俺は中央アジア最強から世界最強へと生まれ変わるのだ。勝負は今ここで行おう。クソはこれで構わない。異論はない。俺は武器も使うが。真剣勝負だ。好きなものを使ってくれ。もしかして素手なのか。ならばここにある武器から好きなのを選んで装備するといい。断る。素手が一番いいのさ。そうか、ならば行くぞ。トマホークか。宝石をな。フランキスかという。これを2丁装備して同時に標的に投げる。見やすい軌道だな。よっ、2つもらった。おお、投げられた斧を見事に手に取った。勝負あったな。派手な技ですね。破片当たりますよ。ありがとう。爆弾斧だ。相手の武器を利用したい心理をついた。あいよ、一般人の迷惑をかけない。分かった。無茶するね、まったく。なんだ、観客がずいぶん冷静だな。君たち、それよりも川上桃代の心配を。ほんで、余興は分かった。本番は？傷一つついていないだと。ならばこれだ。邪魔だ、ホルラ。今度は担当。ミロというサソリから抽出した激毒が塗布されている。俺にかすりでもしたら君は神のもとへ行く。今度は毒か。戦い方は人それぞれだが、そういうちまちました戦い方好きじゃないな。いつの間にか後ろへ。はぁ、川上流奥義ハグー！俺のハーフアーマーも貫通！バカな！このメタルのコードを破るなど！こんな理不尽な強さを持った人間は！存在する！許されない。神よ、毒、電流、火炎、どっちみち私には通じないさ。もしもし、私だ。また挑戦者が大橋に転がって。クリだったら、あの投げる斧どう対処した？
自分だったら突撃していただろうからな。爆発はないと思うが、他の武器に持ち帰られる可能性も。ああいう多彩な武器を持ってる人は苦手。あの武器のうち一つぐらい拝借したかったぜ。なあ、珍しいのばっかりで面白そうだね。ちょっとは面白かったな。まだまだ楽しみたかったぞ、ヤマト。頑張れ頑張れ。時にまゆまゆさ、はい、私は強敵と戦いたいんだ。そろそろマジなまゆまゆも見てみたいな。そんな私などまだまだです。そればっかり言ってるけどな。私はまゆまゆがすごく強いと睨んでるんだ。でもこういうのは本人自身がやる気出さないとどうにもならん。早くまゆまゆのやる気が見たいな。そう思わないか、ヤマト。ヤマト、私は今の戦いじゃ全然満足できないぞ。だからヤマトで遊ぶんだ。こうしてな。好奇心旺盛なマユッチには目に毒だ。前を行く都には見られてないから気にするな。それにここは変態の橋、少し過激でもいいのぞ。ここまですごいことしてないだろう。それに私の考えだが、まゆまゆ結構むっつりだぞ。むっつりって私がですか？おいおい、まゆっちみたいな乙女捕まえて何言ってるんだよ。なんか今ラチオとか好きそうじゃないか。へえ、あんな喉詰まりそうだろ。ああ、な、ほら意味知ってたぞ。松風、どういう意味なんですか？マユッチは知らなくていいんだよ。しかもごまかしているぞ、ほら。お前の部屋、畳の裏に置いてある本に書いてあったな、確か。ごまかした、むっつりめ。まあこうしてお姉さんのモヤモヤを受け止めるのも弟分の務めだ。お、簡潔に説明してみろ。会話になれるか。よし、任せておけ。私は桃が好きなんだよ。こんなところにも桃があるじゃないか。おっと、そうだっけ。じゃあ私と朝っぱらからエロい話するか。なぜ
そうなるんですか。これマジモモ先輩レベル高え。そういや、ヤマト、朝にモモ先輩と何話してた？マユッチに一回会話させて経験を積ませるか。俺様も協力してやるよ。おい、シマス、今、死語をしていたな。え、聞こえてました？お前としては相当小声のつもりだった。私の問題に答えられなければムチ打ちだ。次の中で、オーダーや先生の小説はどれだ？知るわけねえし。へへ、2番ですよね。おう、その通りだぞ、始末。Yes.I remembered. 確固とした倫理観。私が好きな作家だぞ。それいつぐらいの人でしたっけ？黒い裾の発表は確か1950年代かな。ちょっと古い。ギャーン！急な口を叩くな！チラリと見てみなよ。ほんぐ、ほんぐ、大福、おいしいな。なんか幸せそうに食べてるぜ。可愛らしい仕草だと思います。食事中は気が緩んでるってなんかテレビで言ってた。博学ですね、松風。では行きましょう、松風。ホラガイを。うわー、ブワブワブワー。ねえ、そういえば大和田さん家はどこなの？昨日七浜の方で見たからさ。ああ、あれはお買い物に行ってて。はー、結局あのまま大和田さん他の人と帰ってしまいましたし。明日から頑張る。悲しい響きだよね。あ、松風、私の靴箱に手紙が。なんだろう、お友達申し込み書かな。恋文っていう甘ったるいもんじゃない。開封だ。はい、ではオープンです。レイヤー。はー、どうすんのこれ。同じの5人に送らないと不幸になるって書いてあるぜ。他の皆さんの巻き添えにはできません。私が不幸になります。オラが人間だったら眉打ち放っておかねえのに。おい、眉眉、一緒に帰ろう。
っこいいぜ先輩。いろいろおしゃべりしようじゃないか。なんてことがあったんですよ、昼間。はい、ファミレスでたくさんお話ししました。ドリンクバーって最高の文化だぜ。あ、モモ先輩、金欠というか無一文でしたので私が出しておきました。いいんですよ、私がいかに1年クラスで友達ができないかという愚痴に近い話を聞かせてしまいましたし。それにしてもヤマトさんはすごいですね。私と話している間にも置いてある携帯が時々震えています。わあ、連鎖的に知人が増えるわけですね。私も100人作るよう頑張ります。また金欠になってきたぞ、畜生。この前のマロとか言ってる気持ち悪いやつ、金を持ってたな。あ、電話？何言ってんだババ。お父さん、会社クビになっちゃったわよ。しかも家の財産もすべて没収って。何なのこれ。有村光一だな。殺人未遂と強盗、傷害の容疑で逮捕する。待て、俺は殺人未遂なんて。殴った相手が綾野浩二じゃ、そうなるのも無理はない。綾野浩二は伏川と並んで御三家と呼ばれる名家、特権階級が持つ権力、その人脈。君はあまりにも大きなものを敵にしてしまったよ。待て、俺は大したことはしてないんだ。そうだと仮定しよう。誰が君を助けるんだ。君が何か、例えば久喜財閥や川上院など大きな庇護のもとにでもいない限り、もう終わりだ。バカな。そしたらあいつらやりたい放題だろ。いや、いくらなんでも彼らは体裁がある。犯罪ができるわけではないな。身内に立てついた者は容赦しないだろう。こうして捕まるのは君が一方的にお金を巻き上げていたのが悪いんだよ。キスマークを首筋につけてやろうかと。愛しています。
自然な流れだったのに。ヤマトから聞いたぜ、マユッチ。俺様ガンガン話し相手になるぞ。任せておけ。ありがとうございます。ということで、まず俺様の武勇伝を一から。おお、そうだったな。つい。ガクトさんはいつもジムで鍛えているんですか？ああ、俺様はジムの王ってくらい古株だしな。ジムの王は小さくまとまりすぎじゃね？そういうおいしいツッコミは本人が言え。はあ、すみません。なら、突っ込んでにな、このタフガイに。なんでやねん。弱々しくなりすぎだろう。マユッチ頑張。はい。This is gonna be a long battle. ゆうべまた七浜ベイスターズ負けてたな。ああ、今シーズンは特に調子悪いな。このままじゃみんなプロ野球からサッカーに移行するぞ。実際地元に川上フロンターレがあるからね。ねえねえ、直江君、知恵を貸してほしいんだけど。すっごい美味しい食事出してくれるお店あってね。でもどこの産地の材料を使ってるかは企業秘密でね。すれば教えてもらえるかな。だよね。でも無理っぽいんだよな。仲良くなっても教えてくれなさそう。そっか、なるほどね。別に散らかすわけじゃないし、それも一つの手だね。ありがとう。ところで直江君、今日お弁当なんだね。うん、もう美味しそうな匂いが出てるんだよね。普通の人は気づかないだろうけど、僕はわかるよ。So simple.
育ち盛りだから余裕で食べられるわよ。あれ、ミヤコたち誘わなくていいの？So simple. She's the freaking dog. Yoru asunde no kashira ne? Warui koda wa? Itadakimasu! Saba no miso zuke ka? Suki na no yo ne? Ato, kono tori mune niku no panko yaki, ii wa?味噌の風味が口に広がってサバとマッチ、味噌の独壇場や。マユチのいいところは野菜もしっかりたっぷりお弁当に入れる姿勢よね。ブロッコリーのごま和えでますますご飯が進むわ。黒米というのもなかなか気に入ったわ。ヤマト動かないで。ペロッ。ご飯粒ついてたよ。ヤマトにこうしろって言われてたから。昔ね。あ、ヤマト、ご飯粒ついてるよ。ペロ、うん。あ、ダメだった？初めてやってみたけど。わかった。手で取るか、口で言うかにする。で、マユッチのことで話があるって言ってなかった？なるほど、大体わかったわ。あたしもガンガン話振るけどさ、友達作るなら標的本人にもアタックかけないとね。どう？今日あたり実際1年に乗り込んでさ、マユッチを直接援護してあげましょうよ。決まり決まり。よーし、食後の腕立て、1、2、3、4。参上したわ。わざわざありがとうございます。事前に知らせていただけたら。うん、それは確かに反論できません。で、相手はどこにいるのかしら？どれ？今大福食べている人です。なるほど、一人でポツンとしているわ。つうか、チャンスは無限大っぽいのに、マユッチは何してたのよ、もう。で、ま
松風禁止。我ながら情けない限りです。そろそろ禁止解除された。ともかくあの子に話しかけて一緒に帰ることが今日の最終目標ね。ハードルが高いですが頑張ります。まずその話しかけるきっかけですが、なるほど割と自然ですね。確かに共通言語は学校行事だな。期末とかも。私はそれ聞いたらへこむことしかできないわ。なるほど、では平成を装って話しかければ。いやいや、装うんじゃなくて平常心で行きなさいよ。マユッチの背中をもう少し押してやってくれ。例えばつかみとしてキャラ性を強く見せるとか、そういう必要はないのでしょうか。最新頑張ります。いけいけ、ゴーゴー。あの、だいたいあの監督は余計なことせずにベンチに座ってればいいのよ。完投目前の投手が四球出したから変えて、それで打たれてりゃ世話ないわ。何やらフォースの暗黒面を感じるぞ。撤退しましょう。松風、しんがりをお願いします。 Star Wars Rep is right here。 戻ってきてると本質育ちよ。行かないと。それは何やら猛烈に機嫌が悪い様子でした。変わらない気も。God damn it! That's needless courage, you idiot! Yes, it is. Alright, I'm gonna stop right now, and I'll see you later. Have a nice day and stay strong.